ずっしりとした札束の厚みが夢ではないことを実感させる。こんな簡単に100万円。嘘だろ。俺は自分のバイト先での時給がバカバカしく思えてしまった。ブラックワールド。俺の名前は山口、40歳のフリーター。就職の波に乗れずにバイトで食いつなぎ、気づけばこの年までダラダラ生きている。今日も疲れたな。アパートからバイト先を往復するだけの退屈な毎日。この日も俺はバイトを終えると一人寂しく自宅に向かって歩いていた。そんな時、目の前を歩いていた男のポケットから財布のようなものが落ちた。落としたのは名刺入れ。呼び止めようと思ったが、服装は肩に見えないようなこわもての男。拾い上げた名刺入れを持ってためらっている間に、男は雑踏に紛れて見失ってしまった。どうしよう、このままにしておくのもやばいよな。警察に届けるにしても中に何か手がかりがあるかもしれない。少し迷ったが、中を開くと名刺が入っており、男はゆうたろうという高級会員制クラブの支配人だった。住所はこの先で、警察に届けるよりも近い。俺はこのまま住所を訪ね、渡して帰ることにした。高級会員制クラブレイナ、ここか。何のお店だろう。緊張するが、落とした名刺入れを渡して帰るだけだ。俺はインターホンを鳴らして落とし物を届けに来た旨を伝えると、中に通された。案内された先、そこはカジノだった。わあ、まるで映画やテレビで見たようなきらびやかで華やかな世界。あまりに外とは違う非現実的な空間に、俺は息を呑んだ。いやー、届けていただいてありがとうございます。私がこのクラブの支配人、ゆうたろうです。いえいえ、とんでもない。偶然拾って近所だったものですから。私、山口と申します。見た感じは怖いと思ったけれど、話せばいい人そうだ。俺は少し緊張が緩んで安心した。おかげで助かりました。何かお礼をしなきゃいけないな。そうだ、せっかくだからうちで遊んでいきませんか。そんな結構です。落とし物を届けただけなんで。これは10万円分のチップです。今日のお礼に差し上げますよ。これを使えば山口さんの懐は痛まないので、ここで遊んで帰ってください。うちはバカラがメインなんですけど、ルールはご存知ですか。ゆうたろうと名乗る男性は、俺に有無をも言わさずチップとなるコインを握らせると、バカラの説明を始めた。バカラというゲームは非常にシンプルなゲーム。ディーラーが同モードとプレイヤーそれぞれに 2,3 枚のカードを配る。お互いのカードの合計数の下一桁が大きい、つまり9に近い数字の方が勝利。その勝利する方を事前に予想して客は金をかけるのだ。おっかなびっくり。見よう見まねでかけてみたが大当たり。まさにビギナーズラックというべきか。俺がもらった10万円分のチップはわずかな時間で100万円まで膨れ上がった。すげえ。これはどうすれば。もちろん山口様の取り分ですので、お持ち帰りください。負ければなくなるチップを増やしたのは山口さんですから。いやー、しかし勝負強いですな。山口さんはバカラの才能をお持ちなのかもしれません。抱えきれないほどのチップが100万円に代わって手渡された。ずっしりとした札束の厚みが夢ではないことを実感させる。こんな簡単に100万円。嘘だろ。俺は自分のバイト先での時給がバカバカしく思えてしまった。山口様、うちはご存知の通り会員制なのですが、また遊びにいらっしゃいますか。よろしければ登録して会員証をお渡ししますが。お願いします。断る理由なんてない。今日手に入れた100万円を使えば、また遊べるどころかさらに増やせるかもしれないのだ。100万円を手に入れた帰り道、俺は何度も踊り出したい気持ちを抑えながら家に帰った。翌日、入る気持ちを抑えて再びカジノへと向かった。昨日手渡された100万円の監視後がまだ手元に残っている。あの分厚い札束を思い出すだけで負ける気がしない。俺は昨日よりも大胆にかける金額を釣り上げて張り込んだ。だが思うように勝ちは進まない。昨日は調子が良かったのに気持ちだけが空回りしている。おかしいな、もっと簡単だと思ったのだが。切り上げて店を出る頃にはプラスどころか昨日の勝ち分が減ってしまい、マイナスになっていた。翌日も俺はバイトを休んでバカラに挑んだ。今日こそ勝って昨日の負けを取り戻してやる。しかし俺の意気込みとは裏腹に、この日も負けが続く。ゆうたろうさんが笑顔で、勝負は時の運ですからと慰めてくれた。確かにその通りかもしれない。気がつけば最初の100万円はほとんどなくなってしまった。まずい、ちまちまかけていたのでは波を逃してしまう。勝つ波に乗れ、流れを見逃すな。この日も俺はバイトも行かずにバカラに熱中したが、元手だった100万円はとうとう使い果たしてしまった。
そんな俺にゆうたろうさんが助け舟を出してくれた。なんと今なら無利子で金を貸してくれるという。なんていい人なんだ。ゆうたろうさんのクラブの会員になれてよかった。無利子なら問題ない。バカラなら当たればすぐに返せる。俺は契約書にサインして500万円を借りた。確率は2分の1のどっちかなんだ。むしろそんなに負け続けるわけがない。今度こそだが、俺が借りた500万が増えることはなく、使い果たして一文無しになるまで時間はかからなかった。どうしよう。最初の100万円とともに借りた500万円まで消えてなくなった。呆然とする俺は、ゆうたろうさんの笑い声で我に返った。いやー、ほんとお疲れさん。結局全部溶かしちゃったね。500万はドイツでいいから、ちゃんと返してくれよ。別人のように変わったゆうたろうさんの言葉に俺は耳を疑った。ドイツ？そう、10日で利息1割の計算になるからね。そんな無理だ。特別に無利子で貸してくれるって言ったじゃないか。慌てる俺にゆうたろうさんが契約書を出してきた。小さい文章の中に100万以上借り入れた場合はドイツと書かれてある。無利子の条件は100万円までなんて言ってなかった。そもそも言った言わないの口約束など何の効力も持たない。契約書にサインをした時、俺はそんなことすら見えなくなっていた。嘲笑う雄太郎という男の姿にやっと全てが飲み込めた。バカラに使われていたカードは IC チップが埋め込まれ、どちらを勝たせることも簡単に操作できる。要はイカ様だったのだ。俺が最初に勝ち続けたからくり。さも簡単に大金を手にしたように仕向け、味を占めてのめり込む罠を張っていた。全てが500万円もの大金の借り入れをさせるために。俺は自ら進んで自分の足でこのカジノに来た。気がつけば最初に手に入れたはずの100万円も何も残っていない。それどころか500万もの借金が加わった。店は初めから何も損などしてなかったのだ。間抜けな男が自分の足で借金だけをしに来た。だからあの男は楽しそうに笑っている。一変して全てを失ったどころか、膨大な借金に頭が働かない。カジノの支配人ゆうたろうの悪魔のような笑い声だけが聞こえる。全てを失って絶望した俺に後悔だけが残った。ここまで見たお主らは見込みがある。チャンネル登録をしていくがよい。